はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、ライブハウスの店長に聞いた、最近、大していいライブしないくせに、いきなりでかいキャパでする、アーティストが増えてる問題についてお話したいと思います。まずですね、そのライブハウスっていうのは大小問わずめちゃくちゃあるんですよね、量が本当に。1000人キャパくらいのところもあれば、150人、300人くらいのキャパもあって、本当にその都市部にはいっぱいあるんですよ。で、それぞれにはライブハウスの店長がいて、その人たちっていうのは、基本的にもう365日のうち、ほぼ毎日そこでライブをやってるわけですよ。で、まあ、ワンマンライブの時もあれば、対バンって言って何個も出るやつもあります。つまりあの人たちっていうのはもう毎日いろんなもう有名も無名問わずバンドのライブをバンドだったりアーティストのライブを見て見まくってるわけですよ。でだからこそあの人たちっていうのは耳だったり目が肥えたりするわけですよね、その音楽に対して。でその人たちが最近口を揃えて言うのが、なんか最近いいライブしないやつら増えたなってことを言うらしいんですよ。これ何かっていうと、やっぱ基本的にその CD 音源とライブっていうのは全然違くて、 CD はいいけどライブしょぼいなとかね、逆にこいつらライブはすごいいいけどなんか CD にその良さが全然反映されてないなとか、まあそういうのってやっぱりあるんですよね、バンドとかアーティストによっては。でそれでいくと、そのいわゆるですね、今あのネットが普及したせいで歌い手だったりとか YouTube とかでその要は歌をね配信できるじゃないですか。で配信します、で再生回数稼ぎます、で人気を得ます、じゃあライブ初めてやりますってなった時に、もうすでに人気があるから、いきなり初ライブで、初ワンマンライブでいきなりでかいキャパの箱でやる人たちが結構多いんですよ。でそうなってくると、この人たちっていうのはずっとネット上で歌は配信してきたけど、まだ全然ライブやってないわけですよ。にもかかわらずワンマンででかいとこやる、何が起こるか、ライブしょべーっていう事態がすごい起きるらしいんですよ。まあ確かにそれはそうで、やっぱりそのスポーツとかでもそうですけど、練習と公式の試合って全然緊張感とか本番の感じって違うじゃないですか。いっぱい練習してってもね、今まで一回も公式試合出たことのやつがいきなりポーンって出て活躍できるかっていうと、そうじゃないですよね。でそれに対して SNS 経由で有名になってないバンドっていうのは、基本的にはそういう風にライブハウスにエントリーして、まあ、まだ客数人のところから頑張って演奏して、ちょっとずつお客さん増えてってみたいな感じだから、ライブの本数が全く違うんですよ。いわゆるライブバンドみたいな人たちっていうのは365日中200日以上ねライブしてる人たちだっているんですよ。まあ言ってみたら公式試合ですよ。まあ確かに客がね全然少ない公式試合もありますけど、でもそれだけ公式試合積んでたら、それはライブ良くなりますって。まあだからこそね、そういう人たちっていうのはそんなに1000人も埋めれない150人規模のとこしかソールドアウトできないけども、ライブめちゃくちゃいいっていうバンドも結構いたりするんですよ。でそれに対してさっきも言いましたけど、ネット発の人たちっていうのはね、お客さんは集まるけども、それを見てるライブハウスの店長からするとなんかいいライブじゃねえなみたいな感じの意見が多いっていうふうに僕は直接聞きました。まあ確かに納得できますね。何度も言いますけど、練習と公式試合って全然違いますからね。まあそんなわけですね。ちょっとでも共感してくださったら、チャンネル登録、高評価お願いします。どうもありがとうございました。